ございます。なんと南極生まれの東京育ちという珍しい、ね、南極生まれの東京育ちのキャラクターペンギンでございます。ミトロイドブルーの体にナイトキャップをかぶり、身長何センチだと思いますか？一応98センチ、はい、体重何キロだと思いますか？98キロ。そしてバスト何センチだと思いますか？98センチ。ヒップ98のプロポーションを持つゆるキャラブームが起こる前の1989年、店舗のポップライターによって生み出されたマスコットキャラクターでございますね。プロポーションと言っていいかと思うんだけどね。はい、ということで可愛いペンギンのキャラクターでございます、ドン・キホーテね。スタッフの方なんかアピール、はい、はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ドン・キホーテの新横浜店の方からドン・ペン君来ました。ドン・ペン君他にもですね、横浜西口店だったり、他の東京都のお店だったり、いろんなところに出没してますので、ぜひですね、ドン・キホーテご来店の際は探してみてください。あとはですね、本日皆様から向かっていただいて左手のドン・キホーテの方の PR ブースの方で、ドン・キホーテのポップライター、手書きのポップを書くですね、ポップライターの方で、あのお子様用のポップの研修やってますので、ぜひですね、お子様連れの、お父さんお母さんいらっしゃいましたら、ぜひご来店ください。では今日は皆さん、この後も楽しんでください。ありがとうございました。